お疲れ様です。今日はこちらメガナイトオールブレイカーやっていきます。さあ新環境になりましてプリンセスターもね帰ってきたというわけでオールブレイカーやね、まあ、ディガー削りといったね、まあ、ダガーに、弱かったユニットもね、はい、帰ってきましたんで、まあ、久々のね、はい、メガナイトウェブやっていきます。まあ、俺のお気に入りデッキの一つですね。マジダガーのせいでねオールブレイカー本当いなかったんでね、はい、まあ、プリンセスタワーにはもうウォールブレイカー始めから出すだけでね、相手はまあ対応しなきゃいけないというか、まあ、無視したらダメージ入りますよというね。いやもうこの端前ウォールブレイカーですら懐かしく感じるわ。てかタルババもかこれ対応しなきゃね入っちゃうんで、ちょっとまだダガー慣れがね残ってるんで、はい、まあそこら辺は気をつけながら。下方されたさダイナマイトゴブリンですね。ダイナマイトゴブリン結局強いね。下方されたけど、まあ、元が強すぎたか。さあまあここはフェニだけで止まってくれんのかな。どうなんだろう。え早すぎん。早すぎん。いやレイジのせいか。いやでもこれはうい強いよねと。まあラムライダーとプリンスは一応下方されたものの、まあ下方がちょっとね少なめ小さめだったんで正直そんな変わってはないですね。よいしょ。これなんかプリンスまで行ったら強そう。いやマジプリンスめっちゃ強いんだよな。ラムも。おい。さあ止まりませんよな。一本ね。なんかこの単品ウォールブレイカーもいけるのがね、マジでいいな。ダガーだったらこれね、エリクサー捨ててるだけだったんですけど。さあでまあ今回は珍しいね。ラムジン。まあお散歩できたら。おーくすごい。インドラだけば耐えますね。危あーめっちゃいいラムねこれ。やばいね。さあなんかこういったラムデッキもね、まあ、正直そんないなかったけど本当にプリンセスタワーになったおかげで何でもいる。マジで何でもいるんだよな。逆にいないデッキを探そうが難しいぐらい、まあ小屋小屋ぐらい小屋ぐらいは見ないな。オーブンもゴブ小屋もババ小屋も、まあ、一回も見てはない。そこぐらいか。基本的に全てはいるね。よいしょ。バランスの取れた環境だとは思うんですけどどうなんだろう。いや新カーチャーね意外と評価高めです俺の中で。いけ。え痛すぎん。そして懐かしき進化ウォールブレイカーね、そんなカードもありましたよっていう感じではある。竹取っちゃおう。いやーこれプリンスで竹取ったかんね。いやてかプリンスも止まんねえな。はい強すぎで俺564せっかくなら守りたい気もしますね。おやそれは落ちるんか。さあ1個もね落とされずまあ耐えますよと。いやまあプリンスが強いままなんでこのメガナイトプリンスっていう戦術はものすごい強そうと思ってます。はい、なんかマジでメガナイトの範囲と、まあ、プリンスの火力で正直組めばね基本的に陸系何でも突破できるからのディガー追加からのウォールブレイカーみたいなね。メガナイトもちょっとは輝けるんじゃないの今シーズン。どうなんだろうね。まだ今シーズンのその壊れというか、まあ、流行りデッキ的なのはねまだこう見つかっていない気がするね。なんか何でもいるんですよ。ほんとみんな楽しいんだろうな。ダガーがいなくなってみんな探ってる途中な気がする。さあ遅延スキラ的なね可能性もあるが遅延クロスっぽいか。ほんとに何でも可能性があるんで。うわークロスやー。まあクロスは普通に嫌い。環境とか関係なしにいつまでおるんっていう。まあテスラがねまあ下方されたものの強い。なんかそんなカードばっかだな。からのここのアーチャー強そう。トルネウッドクロスですね。トルネウッドロケかな。まあ負け筋はキング起動されることですね。まあ俺アーチャー意外と入っちゃってんの。えこれナイトまで。ういね。この U のウォールブレイカーも強いな。まあ単品でウォールブレイカーやっても強いんですけど、プリンセスタワーには。なんかプリンスの後ろのウォールブレイカーとか、U の後ろのウォールブレイカーっていうのはね、
意外と対応しづらいんでね。さあまあ2400まで削ったんですけど、まあ正直進化ナイト進化テスラかな、まあなんかその辺されてクロス延命されてワンパンもあるんでね、これちょっとめんどいよね。いや美味しい。あーさあ進化スキルでしたね。いやこれ地味怖か、いやメガネと頑張れ。あーいやなんか怖くねビビっちゃった。だからなんであっちはそっちに固まんねんっていう話でもある。いやまあディガー削りかな正直。いやこれテスラも行かれてんでオールブレイク行っちゃったんすけど、いやいやいいね、結構コスト使ってくれんねからの行ってもよそう。てか進化スケだったんでどうだろう、進化ないとか進化スケか、あじゃあ進化テスラか、もう1枚。いやまあそうね、それ強すぎるんだよね。まあでもこういうのはもうディガー削りっすね、削れないんだよね。やらめも打って、まあ、手打ち回ししながら、あーマジちょっとまずいよね、ナイトとかがねマジでまずいよね。一回これは落ち着いちゃったりマリか、許容というものもねクララには必要です。本当に怖すぎる。いやーまあ耐えてしまえばね、最終651なんでね、これなんなら左俺見てます、右のアーチャー相手対応して、ああ強ってかさっき出したやんそれっていう。いけ、うーんやばい怖い、さすがにさすがによね。これロケとか打ってくれたら美味しいが、え美味しいの。さあロケ削りではもう負けないと思うんで、俺はなんか打ってくれるだけアドになる気はしてます。でまあほんと最小限でいいな、もうこの削りで、あとは適当にカード回して、おいディガーも刺さるんですよね。遅延テスラクロスか、懐かしいな。まあなんかクロスはほんとダガーだろうがプリンセスタワーだろうが正直何も関係ないんでね何も関係ないんで別に特にね、なんだろ使用率が変わることもなさそうだけど、なんならダガーの方がちょっと強そう、うん、ダガーが腐るからね。まあでもダガー弱くなっちゃったんで、さあなんてか読むんだあれ、カモ玉ねぎ症候群みたいな、わかんない全然なんて読むんだあれ。え意外と止まんねえのか、いやマジダガー慣れしすぎてるなこれ。デレキかマジアチャか、まあみたいな、多分ペッカ工場ですよね。いやペッカ工場も普通に嫌だな、メガナイトなんだね。よいしょ、さあまあマジアチャ懐かしいな。でここのディガーも今までだったらね考えられなかったか、ダガーで終わるんだね。うわでもこれだけで突破せんだな、強っ。懐かしいなぁ、マジアチャも増えるだろうな、マジアチャオールブレーカーとかね、マジアチャディガー削り、まあ、ゴブリンドリルも15日だっけな進化するんですよ7月、なのでまあマジアチャドリルとか、まあ普通にゴブリンドリルも流行りそうだよねって話だよね。さあまあこれには出すがペッカ嫌なんだよね、なんか出されるだけしんどいよね。まあエレキも何でもあるか。さあこのペッカを咲かせた後のメガナイトは強いよね正直。でこれ逆サイ来たらもうメガナイト出していいっすね、でオールブレイク受けできるんで俺で、このオールブレイカー受けというものも懐かしいわ、なんかそのね
ダガガールによってこんな戦術もねなくなってたよ。でこのねちょっと可能性がありそうなリガと飛ばしちゃってね、芝居ちゃってね、えなんかうまくねうんなんかうまくねえか、なんか気持ち程度のオールブレイカーはいっちゃったね。いやしかもオールブレイカー火力は高いんだね。ういさあナイス。うわなんかディガーを雑に飛ばせるのが強いな今のね。ダガーガルで今までだったらさ瞬殺されてで、ね、なんだこのディガーみたいになってたんで、やれまあまあ踏めばいいかんな、踏めば解決です。いやいいなマジ、ウォールブレイカーも強いしディガーも強いし、普通になんかね、効果、まあ、ディガー環境になりそうな気もするけど、マジで何でもいる神環境ですゴブジャイもロイジャイだっているしね、ゴレもジャイもいるしね、ホグもいるし、ウォールブレイカーもいるし、コカツもいるし、いやーこの8枚ウォールブレイカーできるの幸せすぎるな。プリンス強いし、てかこれゴブリン咲いてんでマジで8枚目がないとまで見えるけどな。いや間に合わないか、やべやべーやべ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 、いいさあまさかのペッカホグね、まずいな普通にやりすぎちゃった。まあ芝居って考えるか、まあホグは適当に守ってペッカっすね。問題はおおなるほど、フェニックスこっちまで来ねえかな。ああまあ生まれはするからちょっとホグも飛ばしにくいよねみたいなね。さあコウモリのペッカホグの古城ババなんかいっぱいいるね。ウィザード、いやなんか強そうなペッカホグだな工場までいんのがねちょっと厄介だな。普通に進化工場が止まんなさそう。これ来てほしいけどな。来ねえか。まあ、守ることができればって話だよね。ゴブコウモリね。工場めんどいね。これ止まんのか。いやだなぁ。これまたゴブリン回収か。一発だけ？いやならいい。まあ一旦は耐えですか。進化ウィザードか。めっちゃめちゃ踏みたいんですけど、普通にペッカカウンターグロいよな。これね、多分行かない方がいいんですけど、まあ、ちょっとだけ行く？うん、いやマジフェニックスはねめちゃんこ強い。あのイザードだけどうにかできれば。うわめっちゃいい攻めだな。いや待って俺最強がいる、アーチャーアーチャーマジ噛みすぎん、生贄にして。いやめっちゃいい防衛してるかもしんない。いや入れたまたま。ウィザードか。いやまあ耐えてる、全然耐えてますよ正直。からのよね、シンカーちゃんも溜めながら。まあそうなっちゃうよねと。ちょっと熱そうか。なんかこのプリンスが今受けれないよこれ。いやーうまい。うわ飛んだら使ったか。いやなんかあるね、見えてきたよねちょっとずつ耐えたことによってね。タイミング、いやこの左リガーの右オールブレーカーとかも強い、正直なんだっていい。いやあれをしばいてもいいな。やないまで打っちゃおう。でウィザードもゴブリンもしばいて、いやいい
いやマジプリンス強すぎないか。まあプリンスというのがいるんで、まあ、どっちかにねゴブリン咲いたら、まあ、どっちかの陸受けが苦しいよねみたいな、そういう陸受け子が強さはね、まあ、このデッキの強みではあるんで、まあ、そこがぶっ刺さってたのはあるが、いやペッカが多いのか。まあディガーもウォールブレイカーもめちゃくちゃいいことは間違いないんだよね。そうブラスターや、えブラスターにさウォールブレイカーって刺さんなかったよな。刺さんなかった記憶があります。はい、なので単品では飛ばせないか。まあディガープラスのウォールブレイカーか、まあプリンスの後ろのウォールブレイカーとかでやっていくか。ブラスターもちょっと可能性あるっすよね。このダガーガールがまあいなくなってプリンセスターばっかになると、いやもうペッカゲーな。ペッカなんか多くない、ここ最近ちょっと環境来てんだよな。まあこれウォールブレイカー釣りあります。いやメガネと頑張ったか。うん、さあまあブラスターはね単体への火力は最強ですけど、まあ複数ユニットには対応がねできないと、まあ、単体攻撃遅めカードですね。まあだから範囲を補うねネクロを入れてますよって感じか。まあバルキリーかウォールブレイカーまで行って、いやダメ、飛ぶんじゃね。おーうい、でかい。まあブラスターもちょっとは強そうね。いやペッカか悩ましいな、メガナイトネクロもいるもんねこれ。おお、いやこれに関しては美味しいかもね。カウンターがやめろよ。オッケーオッケー。いやフェニー先行ちょっと見える。マジでこいつ、お前やめろ、やめて。いやいい、これ溶かすタイミングぐらいで有能追加行きたいけど、そんな溶かさないかな。いや溶かしそう。ダッシュからの、いやめっちゃいい。で滝有能で卵も生まれるし、ウォールブレイカーも止まりませんと。いや有能マジ強え。めっちゃ好きなんだよな有能も。なぜか知らないがダガー環境ではそんないなかった気がする。まあなんか進化ナイトとかね、なんか他のユニットでいい感もあったよね。まあ問題はここを守れるのかって話なんですよね俺。まあ守る以外に勝ち筋ないと思うんで守ろうとは思うんですけど、なんかすり抜けてんな。いやでも進化ちゃんめっちゃ強いやん、頑張ったねよく。やば、わこれやめるか一旦、あ防衛を。いやなんかそれが正しい気がした。大事故になる可能性もあった。いやもういつまでカツンカツンしとんねん。あそこだけ、うん、しばけたら幸せだったのに。なんかまずくねこれ、大丈夫っすか俺。いやーまあフェニーが強いな、フェニーも強そうな環境だ。いやまああれ後ろ踏めばいいんだね。うわーフェニックスそっち行っちゃう。いやメガネで頑張れよもっと。いやーいいね、ちょっとブラスターに手こずってるわ。普通に許容されたらまずい。進化バルキリーだけ、いや待ってプリンスが、いけあちゃん、惜しい。いやなめけんないね、回して回して回して、まあ別にディーガーでもいいよ、入ってくれ。おいナイス、怖え。
いや、ちょっとだけペッカが多い。ちょっとだけね。たまたまかもしんないが、なんかここ最近、本当にダガーの時からかな。なんかペッカの評価がいいよね。結構中身、何でも合わせれるのが強いな。本当にゴーストユノでもいいし、別に進化ナイト入れてもいいし。それこそペッカプリンスだっていいし。ね。対空枠も、進化ウィザードでもいい、マジアチャとかマザネクでもいいしね。幅広くなっちゃったよね、ペッカも。さあ、今回のコカッちゃんね。コカッちゃんもね。いいデッキよ、ほんとに。さあ、まあ、あれはちょっと狙ってもいい。まあ、8枚プリン。いや、これ許容するか。いや、これちょっときつくない？ワンチャンテスラインフェか。え、結構きつそう、これ。いいナイトスキルが、これ陸受けないんで、いっちゃいたい。まあ、卵にウッドが。ウッドサイト、オールブレイカーもある。いやー、綺麗な防衛だな。でも1コス多かったか、これ。さあ、インフェコカツのスケアイスピか。まあ、インフェの竹を、まあ、ディガーで取りながらのプリンに穴埋め打って突破かな。進化スケと何なんだろう、相手はこれ。進化スケと進化ないとか、テスラがないもんね。まあ、進化アイスピの、まあ、レアなパターンもちょっとあるか。いやー、フェニー強。なんかまあ適当に行ってもなさそうだけど。いや、突破できんのかなこれ。マジ勝って。おお、ロキ打ってくんのか。ワンチャン。ああ、空飛んでてもダメなんだ。ジャンプしてたら当たんないみたいなことねえのか。あれどうするかよな。いや、いい。この遅めのユニット追加が、いや、アーチャーが入ってるのがでかすぎる。いや、進化アーチャーさ、だいぶ強い説ないっすか。まあ、柳網には弱いんですけど、別にセパすればいいしな。で、俺はもうこっからディガー削り。げで、このタイ、あ、お、なんか、おい、便利なことですわ。アーチャーね。まあ、陸行きもできるしね。空にも攻撃できるし、とりあえずセパレートもできるし。まあ、別にアーチャーの枠、ロケット方式とかにしても良さそうだけどね、これは。ロケコーでも強そう。うん。まあ、どっちも好きだな。アーチャーもロケ砲もね。さあ、とりあえずアーチャーセパで。おー、ダクねー。こんにちは。まあ、ダクネに対してはフェニックスね。強いんでね。これもメガナイト踏んじゃいてえな。おー。やなめ打ちたくねえが。打っちゃうか。まっず。やべ、ヤナアメ使ったからか。ダクネー。誰が読めんだこのデッキを。さすがにね、想定できないっすよね、こんなん。いやー、まあ、シャーなしね。シャーなしのダメージだな。わからないですね、普通に。さあ、ジャイ、ダクネ、アーチャー、ガゴムレね。うわ、ヤナアメ打たなきゃよかったな、本当に。たらればってばよ、ほんと。
まあ難しいな。ジャイ受けされちゃう。まあ進化オールブレイカーさせそうだけどな。めちゃんこ逆サイ攻めたそうな顔してんな。え、結構厚めのカウントありそうだけど、いやー残んねえか卵。まあないとはいたっすね。やばい、ヤナメ使った。絶対来る。真ん中ジャイガーゴブレ、なんで来ない。最悪や。いや来ないんや、熱っ来ないなら来るんだ。いや回したよ俺。もう一歩前でしたよね。いやこれはね、いい流れってやつじゃないですか。普通にオールブレイカー強い説ある。まああれに穴埋めはね、まあ負け筋になっちゃうんでね、一回やめとくか。まあ、単純にジャイが止まんないっていうね、俺は。全てが止まんない。いや、これ許容しなきゃいけないか。これが男の教ってやつです。行くしかないです。ガゴムリやめて。まずお願い。え、待って、思ったより耐えるとかない。それうわー惜しい。ちょマジで初見殺しすぎるガゴブレ誰が読めんだよっていうか、うわー打たなきゃよかったな。惜しいね。まあそういうこともありますよね。噛み合いです。進化を貯めます。まあそこまでいつもとね同じよね。さあロケット奉仕ね。マジいろんなデッキがいるよね。やなめ、まあまあまあ近畿して、いない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 。U の追加あるかな。え、ペッカなん。ちょまだみんなペッカじゃない。ペッカばっかだ。本当に？いや、オールブレイカー釣りができない悲しい。ペッカホグね。さっきまだあったよな。同じ人かな？いやー、これ強いよ。このユーノ。うわー、いい蓋やなー。まあ、こういうのにアーチャーは便利だったりするよね。強気な、どうですか。走れ。うい、これが走れんのが強い。うい、847ね。まあこれ俺がさっきヤナメ打っちゃったみたいな感じでね、相手もヤナメ打っちゃってましたんで、コストを使いすぎちゃってましたよね。847正直ディガー圏内だな。まずい。虫からのホグか。いやこれ許容みたいな世界もありますか。シンカーチャーふふ、ついんや。めちゃんこ強いやん。え、からのオールブレイカー行って右が落ちるみたいな。うい、爆破ね。生まれるワンチャン。おっし、ホグ来るから。まあこれはペッカで受けてくるか。いや確実に左落としてきますか。負け筋をね。やべ、待って。いや落ちるか。ねこれホグ来るんで後ろに下げるわ。今度かーい。全然ホグ来んや。いやホグ来るよ普通に考えたら。はい。全然来んのね。なんで来んの。今度後ろに下げてんのに。
こっちな左らしいですよ。よしよし、まあこれね、ターゲット捉えてなかったらね、キングも起動してて結構楽に抑えられるんでね。このペッカ HP あったらオールブレーカーで後ろに下げてとかもね。わあマジでオールブレーカー D が楽しすぎんな。まあ俺はメガナイトオール好きですけど、まあ高回転のディガーオールブレーカーとかもね、全然環境で増えそうなんで、ちょまたそこら辺もね紹介できたらおもろそうな環境かなと思います。はい、てことで皆さんね、メガネとオールブレーカーもぜひ使ってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。お疲れ様です。